待ってやばいのがいる。超ですねこれ。はいどうも高切満です。今回はまたガサガサに来ております。ただ今回はいつも亀とか撮ってるとこよりもだいぶ上の方に来ております。で今日はちょっと曇りで気温もそんな高くないんですけど、まあ、とりあえず狙いは亀とかあと上流でなんか変わったやつが見れたらいいなと思って来ております。でとりあえずここは今流れ穏やかなんですけど、もうちょっと上行けば流れ激しいとこもあるんで、まあ、いつもと違った生き物が見れるかもしれません。お待って亀がいたぞ今。あ石亀がいる。わかるかな。やばい逃げられる。取っちゃうわ。あ入った入った入った。はい早速石亀取れました。結構ちっちゃめですね。この子性別どっちやろ。多分女の子かな。結構尻尾短いっすよねこれ。いややっぱりいますねこの川。この間もめっちゃちっちゃい石亀取ったりとかね、割と見つかっております。まあこの子は最後に逃がします。とりあえずストックしておきます。うん今日は結構寒いからあんま上がってないかな。陸地には太陽もそんな出てないし風も若干あるんでね、さっきみたいに水の中にいる可能性の方が高いです。だからちょっと取るのは難しくなりますね。さあどうだ。おおここもいそうやな。よし。おヤゴやな。うんちょっと種類は分からんけどヤゴとあとエビですね。これ全然色違うけど種類違うんかな。右のやつ結構黒いんやけど左のやつ色薄い。わかんないな。これも何トンボのヤゴなんやろ。いた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 。亀がいる。またほらやばいやばいやばい逃げる。うわこれ取れるかな。あれ？やべえ。大変申し訳ございません。逃がしてしまいました。いや、くそ。結構早いな、カメって。いや、これ枯れ草が邪魔で、うまく取れなかったっすね。まあ、いっか。結構ちっちゃめの石亀やったんで。許してください。あ、いる。あ、2匹いる。2匹いる。うわーちょっと映せへんのがあれやけど2匹いた。今1匹はこれ多分取れるわ。よいしょ。ほら入った。はいとりあえず2匹いたうちの1匹は取れました。中ぐらいのサイズやな。なんか甲羅がすげえ平べったいんやけどこいつ。やっぱ個体によって違うみたいですね。でもう1匹ちょっとちっちゃめのやつがいたんやけど、あ違うか。どこ行ったやろ。いや早いんよなマジで水の中のカメ。待ってやばいのがいる。なんか動くなと思ったんですけど、オオサンショウですねこれ。まさかのオオサンショウに出会いました。ほらちょっとねこれ流れで分かりにくいんですけど、バカでかいオオサンショウが川底にいます。いやーマジでびっくりしました。ただ嬉しいなやっぱりオオサンショウに出会えんの。結構久々ですね。でまあこれは天然記念物に指定されてるんで触ってはいけません。そっとしておきます。
や、バケモンでしたね、あいつ。でかすぎる。心臓止まるかと思いました。で、さらに上流の方に来たんやけど、どうやろうな、この辺あんまり採取したことないんすよね、この辺で。結構水きれいやな、やっぱ。よいしょ。なんかおらんかな。なんか思ったよりいないっすね、生き物が。上流すぎても良くないんかな。よいしょ。あー、なんか皮ゲラみたいなのしか入ってないな。はい、というわけで帰ってきました。で、本当はもうちょっと上流まで行ってもっと採集する予定だったんですけど、雨が降ってきてしまったので川から上がって帰ってきました。で、今回はね、こちら石亀を持ち帰ってきました。本当はメスだと思って持って帰ってきたんですけど、この子後から見るとオスです。ちょっと早とちりしちゃったんですけど、石亀のオスを今回は持ち帰ってきました。まあメスじゃないんですけど、甲羅が平べったくて結構大きいし、いい個体なので、これから飼育していこうと思います。いや、それにしても今回の採集はマジですごかったですね。まさかオオサンショウウオに出会うとは思いませんでした。まあ結構ね、ゆっくり歩いてはいたんですけど、あんなにでかかったのですぐに気づくことができました。いや、結構いいシーンが撮れたんじゃないかなと思います。まあもう結構ね、数が減ってる種類なんですけど、一応県内ではまだ見られる川なので、これからもね、オオサンショウウオ増えていってほしいなと思います。で、持って帰ってきた石亀なんですけど、ちょっと今おばあちゃん家に泊まりに来てるんで、すぐに飼育環境を作ることができません。なので一時的にこのプラスチックの容器の中に入れておこうと思います。まあ数日間だったら大丈夫かなと思うので、またね、家の方に帰ったらちゃんとした飼育環境を作ってあげようと思います。はい、というわけで、今回の動画はこんな感じで終わるんですけど、またガサガサしようと思ってますんで、また動画楽しみにしておいてください。